先輩ドラ、どんな分野だったら勝てるのか。桑田さんはもうずっと歌舞伎町にいるから、はい、素人の女の子口説くの下手なんだ。林さんはやっぱりあれじゃないですか。大丈夫ですか、皆さん。女性に言われてさあ、続いての社長さん、どなたに行きましょうか。あとは細井さん、林さん、岩井さん。岩井さんも入ってますね。あ、岩井さん、うん、いいね。ああ、じゃあ岩井さん、うん、弱点。岩井さん弱点ならけじゃないですか。主催もしかしたら岩井さんが一番弱点イメージつかないかもしれない。あ、そうなんだ。素人女の子なんかみんな素人弱い。みんな素人弱い。みんな素人弱い。全員素人弱い。それ見る目とかはあります？女性を見る目。これ誰に聞いてるんですか？これ答える方法あるでしょ。あ、弱いさん女性見る目ないよって言えないよ。で、あるよっていうのもなんか嘘だし。お前どの立場だ。そう、誰？でも岩井さん一応ベテランじゃないですか、はい、そのベテランの岩井さんがなんか高級寿司と安い寿司とかを食べ比べて外してたら、正月番組それあった。めっちゃダサくないですか。確かに、うん、高級ワインと安いワイン飲んでもらって岩井さん外してたらめっちゃダサくないですか。岩井さんお酒飲まない。あ、そう、ね、お酒飲まないですよね、はい、高級系なんていうんですか、その企画って。利き寿司みたいな。利き寿司とか、うん、利き中華とか、うん、勝てると思いますよ。意外と岩井社長って強い。多分あの美味しいものめちゃくちゃ食べてるけど、うん、なんか、うん、結構甘いものとかも好きだし、うん、意外と私 B 級も好きだと思う。なるほど、専門的に63なんで、舌とかもおかしくなってるじゃないですか。え、絶対言いながら言いながら社長言いながら、これダメ。勝ちたいっすね。え、言いながら社長の方がね、正直グルメだと思う。あ、確かに、うん、余裕圧勝じゃない、勝てる。確かに、そういうの五感とか使うものでしょうか。五感鈍ってんじゃないのと。まああと勝てそうなんで、女装どっちが可愛くなるか。ヒゲ剃るとこから始めていけないからな。でかいしな、みんなさんも可愛いけど顔は。女装なら勝てそうだけど、ここだけなら可愛いんだけどな。ヒゲグルメがいいんじゃないですか。ヒゲグルメ、味覚も鈍ってるだろうし、めちゃくちゃ味覚に鈍ってる。感がないと、感覚がないような芸者ダメだ。そうです。いうことで、はい、じゃあこれは稲葉さんでいいんじゃないですか。そうですね、やっぱり稲葉さん。ヒゲグルメ、岩井さん、ヒゲグルメ対決決定です。続きまして、どうでしょう、細井さん、林さん。細井さん、むずいな。いや、細井さん、ほんと面白いですからね。細井さん、面白いし、空気も読めるし、頭もいいし。細井さんって弱点はあるの？弱みを出せない。あー、確かに。弱みを出せないのが弱み。なんかそれ、なんかしっくりきましたね。うん。細井さん、なんか下ネタ好きのイメージだっけ。結構下ネタ結構、あ、でも言ってるもんね、番組で。でもさ、言っちゃえばもう青社長もイケメンで、もう医師免許を持ってて、ね、あ、確かに、若くて、確かに。で、言っちゃえばあんまりないじゃん、悪いとこ。重なってるかもしれない。上位互換なんですよ。上位互換、そう。学歴も僕より上だし、僕よりかっこいいし、あの、全部持ってるんで。いや、じゃあ、いや、みんな今対決決まってるんで、青さんが、うん、そう、もうこれは勝たないとだ。必勝。僕一個あんのが、一、はい、回一緒にキャバクラ行ったことあるんですけど、細井さんって学がない女マジで嫌いなんですよ。ああ、うん、なるほど。学がない女に好かれる立ち回り全くしないんですよ。はい、うん、キャバ嬢モテ対決は完全に勝てますね、細井さんには。学がない女にいかに合わせられるか。え、これめちゃめちゃいいんじゃないですか。ああ、面白そう。勝てそう。うん、絶対勝てるね。マジで板発言しますよ、学がない女に。見てみたい。めっちゃ見てみたい。キャバ嬢、キャバ嬢くどき対決。キャバ嬢くどき系多いですね。青さん、くどき系大好き。まあでも確かに最近インスタのリールでめっちゃキャバクラのノウハウ発信されてますからね。あ、そうなんだ。最近そればっか考えてるんで。じゃあ、細井さんはキャバ嬢くどき対決、はい、に決定しますか。あ、いいね、うん、対戦相手は青さん、お任せしてください。わかりました。やっぱキャバ嬢がポイントなんですね。キャバ嬢がポイントです。ということで、細井社長対青社長のキャバ嬢くどき対決決定です。おめでとう。よろしくお願いします。じゃあ、このために頑張ってきた。全然出てこなかったですね。ほとんどなかったですね。はい、あとは
林さん、さらには先輩とらで言いますと、他いかがですか、先輩たちと。林さん以外で。ええ。倒せるんですね。三浦会長。三浦会長もいらっしゃいますし。三浦会長倒した方が水。三浦会長もあんまり悪いところなくないですか、好きない。オールマイティ。うん、確かオールマイティな感じだね。僕、意外と三浦会長はプライベートそんなご一緒したことないですよね。うん。でも一番ちょこちょこ、はい、飲んだりしてましたね。三浦会長ってめちゃめちゃ育ちがいいイメージなんで、アングラというか、ヤンキー文化みたいな弱いイメージあります。なんか試食の時も、ハンバーガーかなんかを箸とかで食べようとして、手で食べるんですかみたいな、そのレベルでめちゃくちゃ育ちがいい方なんです、あ、そうなんですか。そうですね、家がね、そう、生まれの出自も結構あのしっかりした家で、僕のことイメージはなんか一緒にクラブ行ったことあるんですけど、酔っ払って財布とか全部置いて帰って財布なくなったとか、あじゃあね、言っていいのか分かんないですけどいやでもインスタでも見たから100万円とか入ってたらしいです、最悪ですよね。でも あれからお酒やめてるでしょ、やめてる、あれからやめてる、あれからやめてます、でも思ってる、あれからやめてるけどたまに飲んでんのかも知ってます。なんかじゃあちょっとお酒飲みながらなんかやるのは面白いそうですね、お酒飲んだら何でも三浦会長に勝てるです確かに酒飲んだら酔っ払った時の三浦さんってなんか本当にそうす本当にダメなイメージじゃないだって僕も三浦会長とそのプライベート一緒になんかご一緒したことないのにクラブで酔っ払った時は稲葉くんみたいな一緒に行こうよ飲もうよみたいな感じだったんでそのフレンドリーさに驚きましたね、じゃあ土台としてまずアルコールお酒を飲んでからスタート、注入してからどの勝負でいくかっていうところなんですけどでも何でも勝てそうな気がする。稲葉さん全然酔わないですもんね。僕もお酒は強いですもんね。強い、お酒ゲーム結構強いんで、そうですね、しかも飲ますのも強いからフライングフラッグとかフライングフラッグ、あ走るやつ、走ってこうあ大丈夫かアルコール急に回ってめちゃくちゃヘルプが出ない病院行きかもしれないやまあ、細井さんに常駐してもらえば開催場所、海の家とかお酒飲んでクイズとか出します、うん、そういう系も面白いかな、普通に飲み会企画ですって言って三浦会長呼んで、今日飲み会しながら三浦会長と仲良くできたらいいと思いますって言って、わーってみんなに飲んで、じゃあゲームスタートって、え、どういうことみたいな、で始めるのが結構面白そう、確かに、まあ何でも勝てるような気がします。これも三浦会長をお一人呼んで皆さんの中でっていう感じですかね。それでも良さそうですね、まあ確かに5対1だなとかなやっぱ三浦会長ですか、会長ですから会長ですから、では三浦会長に対しましては、はい、お酒を飲ませてクイズ対決勝てそうですね、はい、勝てそう勝てそうですね、頑張っていきましょう、決定です、5対1、はい、決定です。さあでは続きまして林社長、林さんですね、稲葉さんいかがでしょう。林さんはやっぱりあれじゃないですか、僕は素人の女の子に弱いと思いますよ。おそれこそ女の子に弱い、あ弱点ね、はい、なんでいつも僕素人の女の子と飲む場もご一緒したことあるんですけど、いきなりなんかお酒のペースが速くなるんですよ。なんか言葉でなんか酔わないと喋れないみたいなことを襲って言い始めるんで、素人の女の子を絡めた企画は林さん結構弱いと思います。素人の女の子弱いって多すぎません？ほぼ全員この話、今の100%弱い、特に林さんは弱いと思います。これは特になんだ、特に弱いんだ、はい、確かにこうキャバクラで受けるトークをしちゃうんですよね。わかります、めちゃめちゃ、それすって刺さらないですよね刺さらない、はい、で苦しくなって、あの一緒に歌舞伎町戻ってますそうなんだやっぱ俺らの居場所ってここだよなやっぱキャバクラ慣れしすぎちゃってるっていうのあるかもしれないですね。逆に今日もさ、なんか林さんの弱みというか、まあ、林さんの弱みは、あでも結構、まあ、でもそのまあ素人に弱いっていうのもそうだし、でもまあ正直結構優しいイメージ多いんで、ちょっと弱みはある、あるある弱みはあるよ、弱みないじゃないないない林さん、やっぱりこう虎の中でもやっぱりフルカードでリーダー感じゃないですか、はい、結構でなんか
ガツンと倒せるのを何かやってほしいんですよね。あの、はい、林さんって学生の頃から起業してるんで、うん、こうなんかマナー対決とかビジネスマナー対決とかそういうのどうなんですかね。運動があんまり得意っていう印象はないんですか。あ、運動確かに運動してるとこ見たことないんで。合唱部だし、確かあの桑田さんのチャンネルとかでも鬼ごっことかドッジボールとかやってますけど、うん、運動が苦手っておっしゃってるようなイメージはありますよね、うん、でも全然できてましたけどね、動画見た限り、うん、めっちゃ運動神経悪いとは思わなかったですね、見てて、うん、確かにマナーは分かんないですね。でも塾の先生やね。確かに大丈夫か、それ皆さん。素人の女性に言われてなんてしてるのみんな。どうしたのこれ。そういう林さんの何をしてるの。林さんを解放して。なんか稲葉さんが。稲葉さんが。今瞬間で。どういうことよ。何の話をしてるのこれは。テーマは。林さんどうぞ。あどうも。おいおいマジで。一応なんか今後新旧トラ対決みたいなやりたくて、林さんの弱点を書いて、それで僕ら勝てる企画を今考えてる。じゃあ君たちは素人の女性のトーク力では負けないっていうことでよろしいですか。って稲葉さんが言ってました。よくわかんない。何の対決だったの。まず言わんのか気がしてる。プロだと俺が勝っちゃうからみたいな。どういうこと。シャンパンの力が叶わない。何が言いたいこれは。対決だ。マナー対決だって。ねえ、俺、あだよ、要はあれじゃ、俺に勝てるものってことでよろしいですか。そうです、そうです、はい、いやそれは運動苦手ですけど、マナー対決だってね、僕、結構いいレッスンとか言ってますよ。どうですか。名刺の渡し方。あ、名刺の渡し方はね、確かに、けどなんかマナーの先生習ったことあると思う。あのマナーの先生に怒られない勝つ対決。これが各トラで話してたんですか、今まで。そうなんですよ、はい、例えば、じゃあ、桑田さんには何が勝てるってことがあったの。結局桑田さんはまず僕らの強みがもう京北さんがめちゃめちゃラグジュアリーなんで、ラグジュアリー対決みたいなので桑田さんと、まあ、桑田さんも結構ラグジュアリーだろ。そこを倒すそこを倒す。洋服で年間1億使ってるらしいからラグジュアリーだから本当ね。一応ラグジュアリーの格好をしてもらって街中出てどっちがラグジュアリーだと思いますかって質問して負けました。いいですね、はい、それワンチャンあるよ俺、ね、そう、仕事なら、ね、背負ってラグジュアリー体験受けるそういうこと、うん、有利に来る。だからやっぱ桑田さんはゴージャスだからラグジュアリーとまた違う。なるほどね。そう、で、これは何だろう、これ何の会合なの。これも新トラ会です。新トラ会、はい、なんか新トラに分類されちゃってるまんま古いじゃん。若手なんで。若手、出演歴は皆さんどんなもんなんですか。僕は2年トラ歴、トラ歴2年ぐらいです。2年も経ってんの、はい、やばはい、僕半年半年1年ぐらいです。おー、なるほどね、はい、まあじゃあ一番最古さんなんだ。そうですね、ただ9トラを倒したい気持ちは誰にも負けないずっとここに見せてこう確かに上が詰まってる。なんか芸人さんの例の松本さん問題みたいな。そういう感じでしょ。上が詰まってるみたいな。もう2年間ずっともう自分が目立ちたいのにずっと彼らが目立つからずっと嫌な思いしてきてるんですよ。なので俺もう一回書類送検されようかな。チャンスだ。チャンスだ。桑田さんがそんな感じでしたね。なるほどね。トモハッピーさん何でしたっけ。トモハッピーさんはモニタリングみたいな、本当にハッピーなのかみたいなのをな検証しようみたいな。ハッピーは本当にハッピーなのか。おばあちゃんにちょっと突撃させて、ちょっとなんか切れないかとか、そういうのをなんかシマヤンさんとかと比べてやろうかなみたいな。話をしてますね。でも林さん髪の毛結構いい感じ、ふさふさになりましたね。生えてきました。いい。竹野内さんみたいになる前に先手打ちました。ありがとうございます。あと細井さんと対決ね。細井さん万能だからね。細井さん、青さんがやっぱり。細井さん、学のない女と話すの苦手なんで、僕と学歴低い系キャバ嬢を口説き対決します。勝てそうな気がするな。僕が磨いてきてるんで、その力を。その目線合わせられなそうだ。強いよ。けどね、いろんな女性をね、お客様にしてますから、大丈夫だと思うんですけどね。いや、だけどそれ、何？あ、なんか、そういう勝ち方なのね、なんか。そうです、そうです。勝てたんだ。勝てたんだね。けど、一番は、あれじゃないですか。やっぱ、令和の虎で、
あのその虎と共演した時とかでより皆さんが目立って皆さんの知名度を追い抜かすことが一番いいんじゃないですか。だって強いもんみんな。だいぶ下がってもらわないといけないですよね。そうだから僕らちょっと僕らが上がるというか君たちが上がるじゃなくて発想としては僕らが上がるんやっていうよりもみんなを下げる相対的に勝ちにいく。だハッピーじゃないとこを見て見たいですし、桑田さんがラグジュアリーじゃないとこを僕見たいです。全力でキュータの株を落とそうとしてます。あいつの全然マナーが全然なってないところを探したいです。確かに説得力に下がるところを。そうそう。ダサいところを見たいです。知らないんだ。そういうこと。面白いね。本当。さすがだわ。そんなんだからあれシートあのキュータの勝てないんだよ。その発想がダメだよ。ダメなのか。俺だよ。みんなでこうね伸ばしていこうとかね盛り上げていこうっていう。倒したいんですよ。倒したい。なるほどね。じゃあ僕がじゃあねあのスタンダードにあれじゃないですか、皆さんが虎としてより有名になる方法というか令和の虎の目立ち方こう出しましょうか。おすごい。聞きたいです。いやもうこれは僕の今までの経験からの、はい、うん、そのスタンダードには引きずり落とすんじゃなくて、はい、皆さんが普通に上がっていく方法。おそれをあのせっかくホワイトボードもあるんで、すごい。これ教えてもらう時点で僕は結構下じゃないですか。なんかさっきの打ち合わせが恥ずかしい。なんか知りたいと思ってる自分がいるのがちょっと。だから勝てないんだなって思います。この気持ちになっちゃう俺がいるから勝てないんだ。ダメなんだこの気持ちは。さあというわけで林さんの思わぬサプライズ乱入もありまして、びっくりしました。びっくりしました。来まさかの。素人の弱い。悪口嫌いなもんなんです。そうなんです。おかげで。さあ稲葉さん。はい。まあ今までのベテランいわゆるキュータラの皆さんとこんな対決したいっていうようなところでこの時間を進めてまいりましたけれども。はい。いかがでしょうか。やっぱり引きずり下ろしていきたいなと思ってるんで。はい、やっぱり対決してどん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 僕ら上に上がっていけたらなと思ってます。ということでキュートラの皆さん、俺らが倒しに行くからな、頑張っていきましょう。大丈夫ですか、皆さんついてきてくれてますよ、ね、いや僕一人で行くにはちょっと相手が強すぎるんでということでここまで第1回稲葉真のドライチャンネルチャンネル解説で新トラ企画会議でした。やっちゃいませやるぜね、このノウハウ高いよ。3億ぐらいかかってますから僕は。ここに到達するまでに金を出す。